つーちゃん、ちょっといい？姫、今開けるよ。姫、赤スキンも。なんていうかさ、こないだはごめん、私が悪かった。そんな、別に。感情的になってみんなに迷惑かけちゃった。全然お姉さんらしくなかったよね。お姉ちゃんずっと気にしてて謝りたいと思ってたんだって。一人だと気まずいから人魚に連れてきてもらったけど、ますますお姉さんらしくないな私。そんなことないよ。僕の方こそこの間は言い過ぎた、ごめん。おお、大人な対応。やっぱり私がいない間に二人とも随分成長したんだね。こんなに頼もしくなったあんたたちになら聞いてもらってもいいかな。聞くって？まあすまんない愚痴みたいなもんなんだけどね。あの時メルヘンやナイトメアを憎んでいないと自分の気持ちを保てないって言ったじゃん。うん、私の心がもっと強ければ多分そんなことにはなっていなかったんだと思う。でも私は弱いからさ、憎しみの感情で自分の中をいっぱいにしてようやく自分を保っていられる。まるで狼のお腹の中で狼を憎んでいるような気持ちだよ。それが今の私を支える原動力なんだ。赤ずきん、奴らが憎い、仲間の仇を討ってやるって思い続けてどうにか自分を奮い立たせてるのが私の現状。こんなんじゃダメだってことも分かってる。だけど自分じゃどうしようもできなくて、憎しみが今の私の全てなんだ。これがなかったらきっと私は空っぽになるんだろうな。空っぽに。悪かった赤ずきん、僕は君の苦しみを全然理解していなかった。おつーが謝るなんておかしいよ。あんたが言ったことは間違ってないんだから。憎しみを糧にして生きてるなんて私の方こそ異常なんだよ。そんなことはない。黎明の人たちを殺された悲しみや憎しみは僕にもよくわかる。それなのに赤ずきんの気持ちを否定するなんてできるわけなかったんだ。でもあのね、おつーちゃんも私もナイトメアが憎い気持ちは同じだよ。でも未来のために今の仲間も大事にしたいの。憎しみも悲しみも無理に捨てなくてもいいんだと思うな。いいのかな私、今の自分でも。敵討ちの気持ちで戦い続けるのはきっと間違いじゃないんだと思う。憎しみを捨てろなんてもう言わない。おつ、人魚。あ、でも無茶してほしくないっていうのは変わらないよ。赤ずきんは大事な仲間で家族なんだから。考えなしな戦い方をされて赤ずきんに何かあったら悲しいからね。だから僕たちのことを家族だと思ってくれてるならギリギリのところでブレーキかけるようにしてほしいな。わかった。家族の頼みじゃ仕方ないね。よかった。今思えばおつーや人魚に甘えてたのかも。私が勢いに任せて突っ走っても二人が止めてくれるって、そのせいでこんなことになったのかもね。これからはもっとしっかりしなくちゃな。じゃあもしもまた突っ走っちゃう時があったらお姉ちゃんを注意するから覚悟していてね。頼もしいね。その時はよろしく頼むよ。二人ともありがとう。私のあり方を認めてくれて。